JT サンダーズ TV 最高の勇気を最大の感動を、ナビゲーターの阿久津真央です。 V プレミアリーグはレギュラーラウンドを終了、我がサンダーズはレギュラーラウンド4位で通過しました。まずはそのレギュラーラウンド3レグ後半の北九州大会の2試合をご覧ください。レギュラーラウンド後半戦、2位豊田豪勢との戦いです。試合はフルセット、豊田豪勢イゴール選手、そしてサンダーズエドガー選手の壮絶な打ち合いとなりました。息詰まる熱戦、小野寺選手のブロックが決まります。さあ勝ち切れるかサンダーズ、あと一歩及びませんでした。しかし貴重な1ポイント獲得です。5セット目なかなか我慢しきれず最後行かれてしまったので、とても悔しいです。しっかり内定選手として若さを出せるように、チームに貢献できるように頑張りたいと思ってます。続いては首位パナソニックとの対決、2セットを連取されての第3セット、劣勢からサンダーズの反撃が始まります。エドガー選手豪快、センターから豊本選手流れをつかみます。サンダーズ逆転、これも止めたのは豊本選手、このセットを奪い返します。第4セットも奪ったサンダーズ、この日もフルセットの熱戦となりました。深津キャプテンのサーブ、お見事サービスエース、サンダーズ序盤リードを奪います。しかしパナソニックに追い上げられます。小野寺選手を押し込んだ、試合は一進一退、首位パナソニックを相手にこの日もあと一歩、なんとも惜しいサンダーズ、1ポイントを死守しました。2位豊田豪勢、1位パナソニックと上位との戦い、2試合ともフルセットの熱戦でした。勝ち切ることはできませんでしたが、上位を相手に貴重な勝ち点を積み重ねました。さあレギュラーラウンドラスト2戦、東京墨田区大会をご覧ください。サントリーを迎え撃ったサンダーズ、ファイナル6へ向けて少しでも順位を上げたいところ。第1セット久原選手のサーブ、井上渡選手ナイスレシーブ、そしてエドガー選手、久原選手のサーブが続きます。サントリーの守備を乱してミスを誘いました。サンダーズセットポイント、期待の竹内選手が決めてこのセットも奪いました。セットカウント2対1とサンダーズがリード、勝ち点3を狙いに行きます。久原選手のサーブ、井上渡選手のレシーブ、そしてエドガー選手のテクニック、リズムを作ります。深津選手のサーブ、アウト、サントリーのミスを誘いました。サンダーズ勝ち点3をゲットです。まあとりあえずすまん、絶対やめろ、あんまり意識せず先のファイナルシップのがあるのでしっかり一戦一戦戦って頑張ります。さあレギュラーラウンド最終戦、ファイナルシップへつなげたい大切な試合です。2セットを連取したサンダーズ、山本選手のレシーブ、これをエドガー選手が決める、サンダーズの形です。ノリノリの山本選手、鋭い一撃、竹内選手のバックアタック、サンダーズマッチポイントです。最後は山本選手が決めて快勝、連勝でレギュラーラウンド4位を確定させました。元ホームなんで、まあ、やりやすいっていうのもあったし、まあ、結構気持ちも入ってたんで、そこが良かったかなと思います。とにかくファイナル3、ファイナルに残って優勝争いできるように、チーム一丸で頑張っていきたいと思います。やりましたサンダーズ、2連勝でレギュラーラウンドを締めくくりました。ファイナル6へ弾みをつけましたね。
サンダーズはファイナル6へ向けて順調に調整を進めています。そこで今回深津選手と山本選手にファイナル6へ向けて意気込みを聞かせていただこうと思います。チームの司令塔、頼れるキャプテン深津選手、いつも気合が入っています。とレギュラーラウンド振り返っていかがですか？そうですね、まあ、4位という結果なんですけども、まあ、前向きに捉えて、ファイナル6に臨みたいなと思います。2レグ3レグで当たって、まあ、手応えというのも感じていると思うので、まあ、十分ファイナル6で、上位3チーム、まあ、勝ってないですけども、まあ、勝てる、チャンスがたくさんあるんじゃないかなと思ってます。キャプテンをしてたんですよ。でやっぱキャプテンといったらいろいろ団結力高めたりとかいろいろ大変なことあると思うんですけども、実際どうですか？いや、まあ僕はそんなにどうですかね、あのなんかすごいキャプテンやられてるっていうのですごくびっくりしました。嘘でしょ？ありがとうございます。本当です。本当ですか？本当なんですよ。嘘です。意外って言われるんですけど本当なんです。はい、違うとか言っても誰も来ないエドガー選手と並んでチームのポイントゲッター、もはやサンダーズの顔となった山本選手、相変わらずかっこいい。すごいいい試合もできた部分もあるし、まあ、すごい内容の悪い試合もあったので、ファイナル6に向けてはもう全部いい試合できるように頑張っていきたいなって思います。まあ、サーブも含め、あとはブロック、サーブからサーブを崩してそのままブロックで仕留めるっていう攻撃パターンというか、という意味で、まあ、サーブとブロックを重点的にやったかなと思います。僕寮生なので、まあ、寮に住んでる例えば吉岡とか、あとは井上慎一郎君とか、あと豊本さんとか、結構みんな仲良く やらせていただいてます。はい、広島の方々ってすごいスポーツにすごい熱心というか興味を持ってくださるので、そういった意味ですごい熱い街やなって思います。今野球はどこ応援してるんですか？カープですもう今のもうゆえ的なオーラすごくないですか？深津選手、山本選手、ありがとうございました。それではお待ちかねのスペシャルコーナー、本日はここ猫田記念体育館に隣接する選手寮にお邪魔しています。金子選手の一日に密着してみました。金子選手どうでしたか？もう密着はこれで最後で大丈夫です。それでは早速金子選手の一日をご覧ください。朝起きて顔を洗います。まだテンション低め。そして朝ごはん。朝は静かなんですね。新一郎選手も無言。誰も何も喋らず食べるだけ。朝のトレーニング。選手の皆さん、だんだん動きが活発になってきました。の前に現れた中島選手。まだなと思いつつ、どっかで甘えがあるんでちょっとついつい3階は、まあ、全選手の部屋でみんなこう隣り合わせて、まあ、3階全部ずらーって選手の部屋になってます。お疲れ様です。何やってるんですか？何やってるんですか？ちょっと忙しい。あ、忙しい。そういうところじゃないですか？集中してるから。集中してる。今いいところだ、マジで。いつも戦いをやってる。ああ、よしよしよし。で、自分が夜この部屋に来て、ずっと居座るっていうのが自分の日課であります。おお、ついた。じゃあ今から JT サンダーズのお昼ご飯を覗いてみたいと思います。今日のご飯何ですか？今日のご飯親子丼です。親子丼ですね。美味しそうな親子丼ですね。ゆうせいさん、今日のご飯は美味しいですか？はい、美味しいです。美味しいみたいですね。自分もゆうせいさんにいつも報告するのがヒゲの生え具合を報告するんですよ。今日もじゃあお願いします。
最近ヒゲどうすか？まだまだ産毛だ。ヒゲとまだ認めてもらえないですね。まあそうですね、最年少から最年長に行くのはなかなかきつい部分はありますが、床屋が一緒なんだよな。はい、そうです、床屋が一緒なんで結構グイグイ行ける感じはあります。はい。一言もらっていいですか？金子くんが人生初のパーマかけました。気づいてるか、皆さん気づいてるか気づいてるか知りませんが、彼は大満足です。そうですね、大満足ですけど、気づいてないのでかけてないことにしてください。はい。まさきが年下に見えない。そうですね。生意気だ。あ、生意気は一切ないので、はい、2個上の先輩なので、やっぱそういうのをしっかり心の底から思ってるので、これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。以上、サンダーズの食堂からでした。さあ、本格的に練習スタート。金子選手、ナイストス。気合入ってますね。ファイナル6へ向けて仕上がり十分。真剣モードのサンダーズでした。あ、今トイさんが治療をやられてます。なんでさ、お前のさ、お前を取るのに俺を移すわけ？どうですか、体の調子はいかがですか？バッチリだよ。バッチリですか？バッチリみたいです。その選手も今後に期待です。はい。先輩やで。先輩やで。もうよくお世話になってる中島さんの部屋ですね。あ、でもここで自分がすごいと思ってるのは、ここに漫画がいっぱいあるじゃないですか。うん、ここにもいっぱい漫画があるんですよ。かと思えば、ここにも漫画がいっぱいあるんですよ。もう漫画部屋ですよ。 DVD、ブルーレイプラス漫画。大丈夫です。最強ですよ、この部屋は。人の部屋の引き出しをバンバン開けてるんですけど。そうですよね、中島さん。そうやな。優しい。あ、吉岡さんですね。今からちょっと部屋をお見せしていただきたいんですけど、でもいつも僕はここに来てこの椅子に座ってぐだってるんですよ。ちょっとやめてください。それはエアガンで撃たれそうです。危ない状況です。来ました。危ないです。この人も撃ちます。中島さんも来ましたよ。この3人。何ですか、この3人。いつもだったら4人。もう1人、山本翔平さんがいます。金子選手、ありがとうございました。さあ、ファイナル、頑張れ。